今週なんですけどあの糸をね私抜いてきまして口の中の口の中の先週歯医者さんに行ってねそうですで今週行ってきましてで帰りにさ最近ねリモートとかそういうので実家にね結構お世話になってるからまあいろいろ番組の収録とか YouTube の配信とかでねそうそう なんか買っっってててあげようと思最寄り駅の前にたこ焼き屋ができたらんかたこ焼きを買って持って帰ってあげたで家帰ったらみーちゃん妹のみーちゃんと母親が起きてて子供たちはもう寝ちゃってたんだけど「これ最近お世話になってるからたこ焼き買ってきたつってそしたらみーちゃんがさ俺が置いてた見て「わ!」って。 うん、本物のたこ焼きだって <laughs> いや <laughs> ちょっと待ってくれよ <laughs> <や> <laughs> 言った瞬間にあって言ったのよ、うん、で俺の方見て、うん、なんかまずいこと言っちゃったってそう、うん、また変なこと要はラジオで言わないでよみたいな <laughs> <あ> <laughs> 今私は不用意な発言をしましたけれどもれを決してラジオで言うなの目配せをしてきたいやでも俺はたこ焼きをね勝ちたら俺だから今の何って別に食べてもいいんだけど今のちょっとどういうことが教えてくれ本物のたこ焼きっていいあるぞとったら家でね家にたこ焼きがあって子供たちがそういうたこ焼き作るの楽しいからみんなでたこ焼きやるのよ 焼きパーティーみたいなやんだってでもたこが高いから買えないとなかなかね高くてだからうちの鈴木家のたこ焼きっていうのはウインナーとエビでやってんだってウインナーとエビでやってるたこ焼きばっかりずっと最近食ってたから俺がたこ焼きだよって持って帰って時つい「うわ本物のたこ焼きじゃん!」っつってテンションが上がっちゃった。 <laughs> それを言うなよの目配せをしたけど今兄はラジオで言いやだからでそれを聞いた時にえっとじゃあ、うん、まああなたたちはいいですよと、うん、本物とか知ってるから、はい、知った目でやってるから、はい、子供たちもしかして、うん、あのたこ焼きってたこが入ってるってこと知らないの <laughs> <laughs> 本物かどうか知らないのって言ったら、うん、いやそれはさすがに知ってるよと。 あうん、お祭りの時年に1回だけ本物のたこ焼きをくだからそ,の、うん、それまで家でやるのはみ、うんウィンナーカビなかいみんなあおいしいって言って食べてるっていうから、うん、まあそこ俺がね、うん、あえてその子供たちに真実をね、うん ななんかのも違うと思って本当はタコが入ってんだぞっていうのを。とかっていうか別に本物は年に1回祭りでしか食えないんじゃなくて別にいつでも食おうと思えばタコを買ってくれば食えるもんではあると。あるっていうのをでもも言ううの違じゃんだからなんかそれは言わずにねそっとしてあるんだけどでもなんかそれ聞いた時にさなんかそのなんだろう 今年ね、うん、祭りが無事に開催されればいいなと思っていろいろあるこういう世の中だけど祭 <laughs>、うん、りだけはねあのーね、えー、妹のみーちゃんがね、うんえー、焼き鳥を買ってきてくれまして、はい、焼き鳥パーティーをしました。うんえー えっと、家の最寄り駅に、のすぐ近くに、スーパーがあるんだけど、うんうん、そこにたまにワゴンで売りに来る焼き鳥屋があって、<う>そこがすごいうまいって言ってたんだよね。それは本物の焼き鳥本物ですよ。本物です。<laughs> ワゴンでだって売りに来るんだからさ、うん、本物に決まってるんだから。<laughs> <laughs> 偽物じゃ危ないよ。<laughs> で、それがたまたまその、 俺の誕生日の日に売りに来てたからあじゃあケーキじゃなくて焼き鳥にしようとそっちの方が喜ぶだろうってことで焼き鳥パーティーやったああいいじゃねえねぎまとねひなとみたいな追おいこめいことかは何かやってくれんのやってくれましたよカエルを折ってくれた折り紙でカエルカエル何でカエルなの分かんないでカエルとチューリップかでおめでとうっつって おじさんもう三歳なんでしょう。三歳だったら、一緒じゃねえかよ。三十三だよ、俺は。ええ。お誕生日おめでとう。大きくなったね。とか言って、やってもらいましたよ。かわいいな。うん。おってもらってね。金使ってくれたしね。 金ってやっぱで相当価値高いっしょ。金はそう特別な時にしか使わない金と銀は。ね、うん、折り紙でさ、一枚しか入ってんだからあ、うん、あれで作ってくれましたね。うん、嬉しかったですね。本当のなんか家族は？うん、本当の家族っていうか、うん、いや俺俺さの本物とか偽物とかってそのたこ焼きだけの話だから。<laughs> その家族に本物とかそういうのさ、偽物なんてないのよ。 あとね、あなたにメール届いておりまして、5月12日に届いたメールなんですけれども、うんえー、こちらラジオネームないんですけれども、ない,いつも楽しく拝聴させていただいております。はい、藤井と申します。藤井さん最近はコーナーの乱立による混沌さがたまらないです。前日のご連絡で申し訳ないのですが、明日5月13日は、もぐらさんの誕生日ですね。はい、コロナがなければ、 口地を防ぐ刺繍病対策グッズ膝の痛みが軽減されるようなサポーターなどを送るなりお渡しするなりしようかなと考えていたのですが、はい、この状況ですので可能ならアマゾンギフトカード3000円をこちらのアドレスにお送りできたらと考えているのですが問題ないでしょうかもぐらさんネットショッピングにうといって前ちらっとお話しされていた気がしたので、はい、可能でしたら もぐらさんを交えスタッフの皆さんや塊さんも使っていただけるようなものを何か購入していただけたら幸いですお忙しい中すみませんがご検討いただけますと幸いです太っていて足が臭い人って基本的に嫌いなんですけどもぐらさんの語り口やリポーター力は引きつけられると言いますか非常にリスペクトしておりましてお手数をおかけしますがどうぞよろしくお願いいたします いやその悪いですよそんな、はい、ですしもうその3,000分っていうのも,もう申し訳ないからねこれね実はもう送ってくださってて、うん、え、うん。ちなみに3,000円もらったら何が欲しいえっ、ー、3,000円か、うん、いまあ今思い浮かんだのはタバコねああ, <laughs> <laughs> あ,あだからねあの、うん、お前はそうやって なんか私欲のために使うだろうっていうことがあったんで、あのディレクターの小池さんと坂永井さんと僕で、もう買っときましたんで、はい、プレゼントを送っていただいたギフトカードで、あらですね、はい、なんですか？あのプレゼント。でか？どうぞ。冷た。なんかめちゃくちゃ冷たい。なにこれ？開けていい？開けて開けて。冷た。おお。これは。 本物のたこ焼きセット。えなんかこうたこ焼きの粉と。こう本物の冷凍だからですよね、これ。いいだろだから、先週ね。お前の甥っ子と姪っ子が。あのタコが入ったたこ焼きを。食べたことがないって。言ってたもんだから。だから、本物のたこ焼きを。食べさせてあげようということで。う三人で考えて。いや、ありがとう。これはもう甥っ子姪っ子喜ぶと思いますよ。ね。 うん、リアクションしづらいだろううみんなでなんそのいやみんなでおいみたいなもんじゃないかねいやだからみんなでねこれ普通に焼いてすごい喜ぶと思うよ家族みんなで今日プリップリだからリアクションもだからこれありがとうやってだね <laughs> <laughs> まあそうなるよな「聖和 <laughs> 白鳥元井鈴木元井うい元井鈴木名はもぐじろう人呼んで」 風天のモグと発します。<laughs>